アンティークな見た目が人気を集めるブリキの椅子。耐久性のあるおしゃれなインテリアとして、老若男女問わず愛されているアイテムです。しかし、一口にブリキの椅子といっても、椅子の形状やデザインが豊富にあるので、どれにするか迷ってしまいますよね。そこで今回は、ブリキの椅子の選び方のポイントと、おすすめの人気商品をランキング形式でご紹介します。シーンごとの適した形状や、ペール感を使ったブリキ椅子の自作方法もご紹介していますので、ぜひ参考にして、お気に入りの商品を見つけてくださいね。リストの最初の製品は、ブリキスツール富士貿易26166、傷や汚れに見える加工が施されたアンティーク仕上げのブリキバケツです。椅子としてだけでなく、サイドテーブルや傘立て、観葉植物の鉢カバーに活用できます。蓋を開けると収納スペースになっており、麻紐の取っ手付きなので持ち運びしやすいですよ。リストの2番目の製品は、ペール缶スツール山前 CS31 収納物を缶の中に隠してしまえる円柱型のスツールです。蓋にクッションが入れられていて高さも 39cm あるため座るのに適しています。着席時は静止体、荷重 90kg に加え設置部への耐荷重を緩和する透明、シリコンキャップの働きにより頑丈ですよ。リストの次の製品はヴィンテージ風、ブリキスツールオフィスフレンドリー。表面にアンティーク仕上げを施し、座面には天然木が使用されたブリキスツールです。スチール製の缶にデザインされたエージや側面に付けられた持ち運び用の麻紐が特徴。サイズは幅25奥行き25高さ 26.5cm、重量は 1.6kg です。リストの次の製品は、収納付けレザーペール缶スツールシャングリー LA、クラシックなレトロデザインが特徴的な収納付きのペール缶スツール。座面に弾力のあるクッション存在が使用されており、座り心地が良いです。黒地のフェルトが貼られた収納スペースには、見た目以上に物を入れられますよ。次の製品は、クッション付きスツール缶。渡辺金属工業。一つ一つ手作りで製造されている 100% 国内生産のスツール缶です。サイズは直径30高さ 44cm で容量が26リットルあり、カバンや服を収納できます。シンプルなレトロデザインが収納物を引き立てますよ。リストの次の製品はドラム缶風スツール家具の瓦。ステンシル風のプリントが施された古いドラム缶のような風貌のボックスツール。アイアン素材なので耐久性があり、中に物をたくさん収納できます。ヴィンテージ風の質感がインダストリアルやカリフォルニアスタイルなど様々なテイストの家具とマッチしますよ。次の製品は収納ボックス角型ベストコ。座るのに適したクッション性のある蓋やアンティーク感たっぷりな麻紐の取っ手が特徴です。雑貨、おもちゃを収納したり、プランターカチャを収納したり、プランターカバーに活用したりと様々な用途で使えます。カラーはネイビーとグレーの2色がありますよ。次の製品はドラム缶型ダストボックスワールドネット、かすれたステンシル風文字がヴィンテージ感を演出しています。ゴミ箱やサイドテーブル、ちょっと座りたい時の椅子として活用、可能。容量は内バケツ使用時に5リットル、未使用時に13リットルあります。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。